はい、おはようございます。キャプテン浩司です。ただいまの日時は2019年、10月の16日水曜日朝の10時11分になります。早くもね、10月も真ん中に差し掛かっております。そして今日の天気ですけどもね、このように、オール晴れのマークが出ておりましたので、僕の iPhone7 の天気予報ですね、オール晴れマークで、今また飛行機が飛んでますね。ちょっと拡大しましょうかね、この位置で飛行機雲ちょっと見えにくいかな、わかるかな、拡大しておりますが、わかりませんかね。はい、飛行機はちょっと飛んでおります。ですね、ただ、今回のテーマですけども、僕の、家のね、僕の家の外壁の、板壁の塗装が終了しましたので、今回はちょっと見ていきましょうか。報告したいと思います。板壁塗装全部終わったということでね、これで、もう全部終了ということでね、動画を撮り続けておりましたので、今日でもう作業は終わってますんで、最終確認みたいな感じでね、こんな感じで、裏側はねこんな感じになっております。ちょっとね、色が薄く、またね薄くなってるところもあるんで、これまたね、定期的にね、色はねウォールナットという色なんですけどもね、定期的に、ここはね、雨風がね、よく当たるので、ちょっと白くなってますけれども、ここはガン塗装ね、スプレーガン塗装で、拭いてね、仕上げたんで、ちょっと色が薄いですね。やっぱりね、ハケでね塗っていかないとダメみたいですね。まあ色がね、取れてますけど、また定期的にね塗っていけば大丈夫でかと思います。こっちはねハケで塗ってるんでね、色は黒くて、いいと思いますけれども、で、勝手口の裏側もハケで塗っておりますので、こんな感じで、2回塗りですね、塗っていきます。こんな感じで、しっかり塗れてると思いますんで、またね定期的にね毎年1回ぐらいは重ね塗りでいいのでね、これはね手入れが楽でいいです。はい、こんな感じで、まあ塗れてるんでいいでしょう。裏側はねちょっと色が白くなってますんでね、白くなったらねまた一缶買って、一缶1万円ぐらいですのでね、それで色の薄いところを塗っていけばいいと思います。柱もねカビが生えてますね、黒くなってますんでね、これアク抜きした方がいいなと思いますね。近々やります、まだやりませんけどね。はい、こんな感じで、表門の表面に出てきました。表はねしっかりね濡れております。こんな感じで濡れておりますんで、やっぱりね表はねどうしても目立つ部分は綺麗にねやっております。そして2階ですけども、2階もねこんな感じです。しっかり、2階はねちょっとね劣化が塗装がね取れてね劣化してる感じでしたので、しっかり塗っております。2階の方はねちょっとねペンキの量もね増やしてね、しっかり塗りました。
はい、ね、黒くウォールナットという色ですので、ちょっと 黒ではないですけどね、若干黒みがかった茶色というかですね、ちょっと黒みがかった焼き板ですのでね、焼き板に塗っておりますので黒くなっておりますけどもね、まあこれも定期的に、この色はね、ホームセンターにね、常時置いてありますので、ね、何年たってもね、もう毎年同じ、ペンキが置いてますので、それをね、買ってですね、定期的に塗っていきたいと思います。はい、そんな感じで、まあ簡単ではございますが、これで、板壁の塗装作業は終わりましたということで、締めたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それでは次の動画もお楽しみに、この辺で失礼いたします。